これほんちょっとね、僕でこれ発注するときにツタさんにも言ったんですけど、これだけはちょっと変えてほしい。こんにちは、白ダイブの白です。こんにちは、ゆりです。今回はレギュレーターの紹介をしていきたいと思います。まあ、レギュレーター高い機材なんでね、いろいろ買って試すってことはなかなかできないですよね。まあ、僕らも、まあ、この3つしかないですが、どんなのを使っているかっていうのを紹介していきたいと思います。はい、ではまず最初に使っていたのがツサの、なんて型番だっけ、 R RS681。 かですね。で、全く同そう、全じく同ですね。じ。これです。RS681 っていう。で、オクトが同じくツサの、ちょっと型番忘れちゃったんで、後で載せときますが、です。で、ゲージもツサ。だから全部ツサだね。そうだね。で、ユリは今メインでもこれを使ってるんだよね。そうですね。自分の場合は今、これはメインではなくて、完全にバックアップとして使っています。まあ、どんなところがいい？これ、そうですね。まあ、ここで、吸気量を調整できるのは普通なのかな。普通だね。普通。で、あと、ダイブモードと、そうじゃないフモーリーフド。ローかどうかってこと？切り替えられるのも普通まかあ、な。あるのはあるね。あとはね、普通。あとは全部フォースをマイフレックスに変えてますね。そうですね。いろんなカラフルの。マイフレックス。で、マイフレックスのスイベル。そう、スイベル、これ。まあ、あんまりなんか可動性良くないけど、一応スイベル。これちょっと次に紹介する XTX かどっちだっけのスイベルを差し替え、ゴムホースのスイベルを差し替えてるんですけど、これすごい可動性いいんですよね。そっちがいいよこね。れと比べるとやっぱマイなんフかレックスグのスニイベャルっーンって、て まあ、可動性はそんな良くないよまあね。動くからいいけどね。まあ、調整できるっていう意味なのかもしれないあ、よそうだね。ね。それぐらいに意味合いかも。そうかも。ちょっとカスタムしてる点としては、残圧ゲージにこれイトラクターつけてます。これを BCD に引っ掛けて、残圧を見やすくそう、見たいときと言っいいって。ていう感じですね。まあ、僕も全く同じものを使っていたんですが、まあ、このレギュレーターのまあ唯一の欠点と言っていいのかな。ここのエグゾーストキー、この排気のプラスチックの部品がめっちゃ取れやすいんですよ。で、ユリも1回取れたことあるし、僕も1回取れたことあって、で、なんか機材洗ってる時とか整理してる時とかに取れちゃったんで、結局なくなっちゃったんですよね。そうなんですよで、ね。この部品自体はツサに問い合わせてじゃないと買えないんで、まあそこから発注してとかってなるんですよね。だこれ本当に今カパッてやるだけで外れちゃうぐらいの付け方なんですけど、これがね、本当に取れやすい。これほんちょっとね、僕でこれ発注するときにツサさんにも言ったんですけど、これだけはちょっと変えてほしい、本当に。それ以外はね、まつは、あの、別に呼吸抵抗とかもそんなないなし、い。いいんですけど、でもこのモデルだけかな、ここがこう取れやすいエグゾーストティーになってんの。ね、多分ね。なんで、これちょっとね、そんなおすすめできないですね。これが取れやすいから取れね。やすい。で、そんなツアーの取れやすさにイラッとして、僕が買い替えたのが、APEX の XTX200 っていうレギュレーターです。まあ、これはね、ここはそんな簡単にがっちりはまってるんでね。で、ここの T の大きさも変えられるんですよ。あ、そうこなれん今ちっだ。ちゃい部品がついてるんだけど、もうちょっと T の長さを長くすることもできるパーツもついてます。で、これもここの流用ノブとかついてるのは全く一緒ですね。まあ、正直、ツアーと吸い心地はほぼほぼ変わらないです。まあ、わからないですね。どっちも吸いやすいレギュレーターなんで。で、ホースはもともと
スタンドにつけてたマイフレックホースを全部こっちに移してます、うん、でオクトパスは同じくエイペックスの、まあ、両方なんだっけな名前忘れちゃった、ただ上向きがないやつ、上も下も使えるやつ、これいいよね、うん、これアクアラングとかも確か出してたよね、うん、上も下も使えるやつ、この形状のオクトパスはどっちからでも渡せるんでね、うん、便利ですね、便利で、ゲージは、まあ、同じくツサなんですけど、これ海外モデルになっていて、うーん、なんか違う、日本モデルと比べて温度計がついてます。あ、そうだった、見えるかな、ちょっと見えるかわかんない、まあ、ちょっともしあれだったらここら辺出しておきますけど、ここに温度計がついてるんですよね、普通の日本版ツサと比べて、うん、ただ使わないですけどね、ここで温度見ることなんでほぼほぼない、まあ、あ、でも水温も見れるのかな、これ、うん、見れるけど大根で見ちゃうかな、うん、私で僕もこうリトラクターつけてますね、うん、まあ、これはあるとね便利ですよね、便利だね、でこの、 あの TXT の XTX かのレギュレーター、まあ、ここのレギュレーターキャップがなんか丸いんですよね、本当だ、キャップ型してないですよね、本当だ、だからどっからでもつけられるんだけど、水滴を吹き飛ばすときにこうどうしたらいいのかなっていつも思っちゃうそうだね、これは全然おすすめ、うん、おすすめ、おすすめ、すごい吸いやすいし、まあ吸いやすいはそんなに変わんないけど、まあ、ここ取れないんでねでやっぱりレギュレーターのやっぱ最高峰のアトミック、うん、アトミックね、 T3、あれは若干使ってみたいですね。オールチタンのやつ、うん、そうそうそう、うん、ここら辺はオールな、真鍮かな、真鍮かね、なんだろう、だから重さはまあ割とありますね、うん、1キロ以上はあります、ね、で、まあ、よくレギュレーターでここがあのこう回転するやつがついてたりとか、うん、あるよね、ビーズムとかだっけ、そう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 、ついてたりしますが、まあ、ついてないのでも、まあ、僕らと同じようにこういうスイベルのうん、パーツか付け替えることもできるんで、 そうですね、その辺は別にそれがあるから買うっていうことも別にないかなとは思いますね、うん、なんだろう、レギュレーターの選ぶポイントって、あとバイオフィルターのやつとか、あ、バイオフィルターって言って、まあ、乾燥してる空気を若干湿らせてくれるフィルターがあるんですよ、あと空気をまあ清浄化してくれる、うん、そうですね、まあ、このあのファーストステージとホースの間につないで、うん、まあ、若干水を含ませるような機器があるんですけど、うん、まあ、あれどうなんだろうね、うん、使ってみたいけどね、使ってみたいっちゃ使ってみたいけど、うん、カビ生えたりしないかなそこはあのオーバーホールで、あー、うん、まあ、あれ使ってきたらいいよっていう人もいるし、うん、まあ、別に全然なくてもいいよっていう人もいるし、そうだよね、分かれますね、分かれるよね、うんうん、レギュレーター選ぶポイント、まあ、まずはさっき言ったようにここのエグゾーストティーが取れやすくないかそれ大事だよね、これ大事、エグゾーストティーに限らず部品が壊れやすくないっていうのは大事だと思います、うん、ただねこれね、さっきのツサと比べてこのエイペックスのやつ、うん、このマウスピースをつけるところがツサは、うん、でもこれプラスチックなのかな、メッキされてるだけで、こっちのエイペックスのは完全にねプラスチックなんだよね、こっちのツサの方は、うん、まあ、マウスつけるとか銀色なんだけど、これでもプラスチックでメッキされてるだけなような気もする、音が、うん、金属なのかな、そこはちょっと分かんないです、もし金属だったら多分こっちのツサの方がその辺は強いのかなとは思いますね、うん、そうだね、どうなんだろう、分かんない、あとマウスピースを僕ら変えてます、うん、この形状記憶の自分の歯型に合ったやつ、まあこういう普通のやつから見えるかな、こういう歯型、自分の歯型に合うやつに変えてますね、そうですね、うん、これはね、うん、あった方がいいと思う、ずっとそれ使うんだったら、うん、やっぱ自分の歯型に合った方が楽だし、うん、楽だね、あと硬いんでちぎれることもないですね、でさっきも言ったようにオクトは、まあ、こういうどっちからでも吸えるやつは便利ですね、そうだね、でゲージは、まあ、好みにもよるんですが、
僕らは本当に残圧しかついてないです。だからコンパスとか、うん、他のゲージは全くつけてないですね。コンパスはコンパス持ってればいいと思うし、うん、やっぱシンプルな方のが、まあ、壊れにくいと思うし、そう思ってこれにしたんだよね、うん、いいかなとは思いますね、うん、でホースはねやっぱり普通のゴムホースよりこういうマイフレックスホース、耐久性があって軽いホースがいいと思います、うん、マイフレックスは本当おすすめですね、うん、まあ、ホース代だけでも結構するけどね、するけど、これホース全部マイフレックスに変えて多分重量が結構変わったよね、うん、結構変わった。でこういうレギュレーターとか中圧のホースは色が何種類もあるんで、うん、自分好みの色に変えられますね。ただこういう高圧のホースは確か黒しか、うん、そう、高圧は選択肢がない。で今こっちについてるこのホースはマイフレックスではないんだけど、フレックスホースなんだよね。海外のどっかが出してる。そうなんだ。 それこれはね普通のマイフレックス、このマイフレックスって言われるこのホースより安いん、うん、へえ、そんなのあるんだ。確か何ドルぐらい、2,000〜3,000円ぐらいだったよね、気がする。そんな安いの、うん、へえ。まあ耐久性がちょっとどうなのかは分かんないですけどね使ってずっと使ってないんで、うん、ただなんか質感的には一緒だし、ね、重さもね一緒だから、うん、はい、はい、こんな感じでレギュレーターを紹介させていただきました、まあ、レギュレーターはねなかなかこういろんなものを試すっていうのができないですからね、うん、買ってみて気づくっていうのもあるかと思うんですが、これが参考になれば嬉しいです。それではバイバーイ。バイバーイ。